夜がいいところだと思います。復興にが進んでいる福島の姿を世界に発信をしたいとこう思っています。私は福島のお米を毎日食べておりますし、水も飲んでおりますが、おかげさまで自民党の総裁に賛成を果たすことがまでで、ございますので、安全性は折り紙付きであります。福島の特産品といえば、まず桃っていうふうにいいところだと思います。